本格的な経済対策、これも秋にはまとめてですね、補正予算、これを実行していきたい。自民党の茂木幹事長は今日都内の講演で、秋に補正予算の編成が必要との考えを示しました。茂木氏はエネルギー価格の高騰対策や賃上げを行う中小企業の支援策などを盛り込んだ追加の経済対策を秋にまとめた上で、その財源の裏付けとなる補正予算の編成が必要との考えを示しました。